启动后，悬浮机车缓缓升到空中，开始移动，像电影里人类骑着太空船的画面，似乎终于实现。 これまで地上で移動するというところと、あとはそのすごく大掛かりに空を移動するというところしかなかったところに、新しいその移動の方法として、浮上して走行するみたいなところっていうのを新しい移動の方法として提供していけたらいいなと思っています。日本新创企业 ALI Technologies 在4年前着手开发悬浮机车。26号的展示会上发布了一台全长约3.7公尺、重量300公斤的悬浮机车，可以飞到空中约2到3公尺处，最高时速更可以达到约100公里，最长可以连续使用40分钟。新しいモビリティ に対して非常にこう興味関心が高い個人の方々というところに利用していただきたいというところが一つと、もう一つはやはり社会貢献性が高い災害の救助だとか、そういったところであったり移動するのが困難な地域にいらっしゃる方に対する対応、こういったところで広めていくというのが一番最初かなと思っております。 这辆悬浮机车售价为7,771万日元，相当于台币1,921万元，预定在明年春天开始交车。不过，受限于日本现行法规，悬浮机车还不能在道路上行驶，所以目前主要还是在私人娱乐设施中使用，同时也在测试是否能在灾害时协助救援行动。环宇新闻图文君综合报道。从台湾视角观察全球，掌握瞬息万变的世界。 我是何荣，每周三、周六晚间9点，我在环宇全世界2.0全新出发，带给大家崭新的国际观点，请锁定环宇新闻台。